きチャンネル。まあ、さあ、こんにちは。まあ、いつね、皆さん見てるかわかんないんで。ということで、セバ、クライマックスシリーズ、ファーストステージ、2戦目、総チェックというところで、まあもうね、結果は出てますけども、セリーグは2対4で巨人の勝ち、2連勝でファイナルステージ進出。ロッテは4対4の引き分けで、ロッテがファイナルシリーズ出場というね、ところで、セバともに2勝2勝で、まあ2勝1勝1分けで終わりました。ということで、佐々木の戦前予想が当たりましたね。ということで、まあ、幅広いね、予想でしたけども、セリーグはね、巨人、高橋遥人に初戦勝てば、2連勝あり得るっていうね、っていうところで、結局ね、初戦菅野で勝って、2連勝でね、勝ち抜け。ロッテはね、最初から2連勝でね、勝ち抜けすると言ってね、1勝1分けで、まあ、結果的にね、2戦で勝ち越し。皆さん、里崎、フラグじゃないんですよ。しっかり、事実に基づいた検証をして、しっかり予想を立ててる。きっちり。当たりました。見ましたかね。さあ、ということでね、振り返っていきましょう。まずはパリーグからね、今日日刊スポーツで評論をしててですね、日刊スポーツの本社で試合見てましたけども、ウェブ、ね、日刊スポーツの、ウェブ、そして明日のね、新聞紙面に、佐々木評論載ってます。セリーグはね、上原さんが、評論で紙面を飾ってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。さあ、ということでね、振り返っていきましょう。ロッテ対楽天ね、結果、4対4の引き分けで、ロッテの1勝1分けで規定によりね、ファイナルステージに進出を決めました。このシーズンね、結局、佐々木が言い続けた、ロッテはレアード・マーティン次第。で、楽天は浅村次第というところで、初回ね、ピッチャー大島からね、山崎ツーベース。で、岡島ね、バンドなかなかできなくて、でもね、バンドできなくて追い込まれてからも、あのね、ピッチャーゴロでしたけども、進塁打をしっかり打てる。あれはね、非常にグッと。あったところが大事ね。で、ワンアウト三塁になってから、浅村がチェンジアップをね、当たるだけのショートゴロ。で、島内ね、勝負避けられて、銀次がね、ライドフライで、こう先制できない。結局この浅村のね、やっぱり調子が、上り調子じゃないというところが苦しい。で、その中で、2回、茂木三振、そして鈴木大地、ライトへ二塁打。で、辰巳三振の後、炭谷がね、ライトへタイムリー。で、ここで、ワンアウトで終わらずね、で、ここしっかりね、炭谷がね、セカンドまで行ったっていうところも大きかったし、で、その後山崎がね、タイムでこの2点取るっていうのは非常に大きかった。しかも鈴木大地のホーム、ヘッドスライディング、リクエストありましたけど、リクエストする前にセーフやなって思いましたね。手入ってましたもんね。山口、それてる。もうちょっと真ん中行かなきゃ。ね。でもホームはヘッドスライディングっていうのがね、佐々木1年間言ってきましたけども、あれがね、正しかったっていうのがね、この見て取れる、鈴木大地のね、ナイスヘッドスライディングでしたね。で、この2点取って、いい形でいけるって、なったところで、この2回裏、チェック。今回のテーマはですね、配慮に書いた、バッテリーっていうね、ところがお題になってますけども、まず一番最初にね、理解していただきたいのは、リードと配球の違い。ね、配球っていうのは、ストレート、カーブ、スライダー、フォーク、インコース、アウトコース。これが配球。リードっていうのは、それが、その配球っていうのはリードの中の一部。その他にも、ピッチャーへの声掛け、ね。あと、ジェスチャー、コースか低めかっていうジェスチャー構えるとこでの意思表示、声掛け。そして、テンポ感、ピッチャーとのテンポ感を早く行ったり間を空けたりというテンポ感を作っていく。そして、指示。内野外野に指示。ね。そういったところを全部含めてリードだからね。だからすぐね、佐々木はリード批判してるっていう。皆さん、99% の皆さんが言ってるのは、配球批判です。配球だけの批判をしてると。リードじゃないの。俺が言ってるリードはさっきも言ったようなことを全部踏まえてリード。その中の一部が配球。これを理解した上で、ここからよく聞いてください。ね。配慮にかけるリードっていうのが、まあ今日の一番のテーマでしたけども、まずこの2回の裏、楽天ね、バッテリー。まあ、騎士がね、ちょっと全体的に制球が甘くて、あんまり状態良くなさそうだなっていうところは見れましたけども、エチバリアにね、2ボール、1ストライクからセンター前ヒットっていうところでね、ここ高め。エチバリアはね、もう高めが得意なのよ。昨日もホームランね、まずいの高め打ってんじゃん。高めしかね、強いスイングできない。低めに投げとけば、まだね、この間抜けるとか、打球が弱いところを低めに投げなきゃいけないところを高めに行った。こう、なんとなしにね。しかも、昨日からの次の打席の初球だからね、もうちょっとここは意思表示するなり、ピッチャーもね、意識をもっとつけるなりした
配慮が必要だったし、で、その後ね、山口、なんといっても積極的、もう初球からどんどん振ってくるっていう中で、初球ね、高めへ、スンとストレートを行って、それをセンター前。ここら辺ももうちょっと、こう、意識を、キャッチャーをさせなきゃいけないし、ピッチャーも意識しなきゃいけない。こういったところがちょっとね、リードとしての配慮が欠けるような状況の中、この連打によってね、エチバリアが三塁まで行って、ノーアウト一三塁で、岡がね、ダブルプレーの間に1点。この1点はね、ちょっと不用意。この配慮さえしっかりやっておけば、防げた1点でもある、この1点っていうのは非常に配慮に欠ける、1点だったかなと思います。そしてね、4回裏に、ワンアウト、一塁からエチバリアがね、フォアボールになって、で、山口、ね、チェンジアップをレフトへね、フルカウントからタイムリーツーベース同点。もう山口は、もう乗ったら怖いよというところで、1打席目にね、その不用意な1球でセンター前打たれたことによって、調子を上げたことによって、このね、ヒットに繋がってるし、その後ね、6回にワンアウトからね、ホームラン、安楽から。これももう完全に乗らした。この 2回のヒットが、結果の積み重ねのホームラン。でも山口、ライトグッズ。ナイスホームラン。ね。で、これで、勝ったからと思った中でよ。で、大島も、まあ、全体的にめちゃくちゃ調子いいかって言われると、そんな調子、めちゃくちゃ良くなかったけど、丁寧にね、しっかり投げてた。で、球数も、93球かな？6回終わった時点で。で、その中でね、昨日のまあ、国吉とか、バタバタ感あっただけに、まあ、変える必要性ないなと。正直しっかり投げてるし、この、2回のね、ヒットっていうところだけで、あとはもう、3回、4回、で、5回、6回とね、ヒットを打たれるものも連打許さずね、しっかり抑えてて低めの制球もできてると、チェンジアップも抜けもいいというところで、まあ、変える必要性はないなと思った中で、7回、先頭の隅谷に初球ホームラン。これも、バッテリーの配慮欠くよね。だからもうここは、こっからやることは、先頭を必ず抑えていくっていうところだよね。先頭をしっかり抑えていく中で、まあ、失点を防いでいくっていうところで、まあ、隅谷はね、2回にタイムリーを打って、打撃もね、いい感じで振ってる中、初球ね、加藤もなんとなしに構えて、甘めのところ。で、そこでツーシームなんとなく投げて。で、真ん中、強振されてホームランっていう。これはね、本当にね、防がなきゃいけない。ちょっと隅谷を舐めたっていうか、こんな普通にスンとね、9番だからっていうみたいな感じで、スンと行き過ぎたっていうところは、かなりあると思う。もうちょっとね、配慮できればね、このホームランは防げたんじゃないのかっていうところで、このロッテバッテリーもちょっと配慮に書くよね。丁寧さ、慎重さに書いたホームラン。で、その後山崎にツーベース。で、岡島はね、ここもバントなかなかできない中、まあ、なんとか追い込まれてね、セカンドへ進塁打。グッと。ああいうの大事よ。ね。で、そんで、浅村フォアボール。ここがポイントだよね。大島としては。ここでチェンジアップね、最後もうワンバンになる球ね。まあもちろん甘く投げちゃいけないからっていうところもあって、浅村はね、その前にヒット打ってるけども、全体的にタイミングが合ってないし、状態をよく見えなかったところで、まあこのフォアボールっていうのが痛かった。で、島内に、ワンストライクから2球目ね、高めのところ。そんなね、簡単なところじゃなかったけど、島内のね、この打点王としての素晴らしさが、チャンスでね、この1本出て、勝ち越しっていうね、この4点で、あら、これ勝負あったかなと。ちょっと流れ悪いぞと。ね。で、まあその後ね、国吉が変わってね、ワンアウト一塁から銀次、で、茂木をね、打ち取ったっていうのは非常にね、昨日の流れから断ち切れて、これ次のファイナルに向けては非常にいいピッチングだったかなと。でもこれ4対3でそのままいっちゃうかなっていうところで7回裏ね、ピッチャーが酒井、安楽、角中、ね、荻野、連続三振からのマーティ、ね、フルカウントからホームラン。まあ、ね、もう昨日と全く一緒の状況なのよ。ホームランだけはダメっていう。もう最悪、フォアボールでもいい。しかも3ボールになってるからね。で、フォアボールで、代走和田がね、出てくることは確実だけど、別にそんなのはね、日本ハムのバーヘーゲン宇佐美で盗塁させたかのように、しっかりクイックして、隅谷がちゃんと投げてれば、アウトに絶対できないようなランナーではないわけ。確かにね、早いし、その盗塁させるのは難しいけどもね。でもそんなことよりも、ホームランだけはダメっていう状況で、3ボール2ストライクから、ど真ん中に投げてる。で、ホームラン。ロッテとしては、グッと。楽天としては、もっと慎重にいかなきゃいけなかった。まあ、だから2試合連続だけに全く同じね、ような状況で、このホームランっていうのは楽天からしたら、まあもったいないっていうか、まあ改善していかなきゃいけなかったなっていうところはね、ありますよね。で、まあそこからね、ロッテは佐々木千早、そして松田とね、しっかり抑えて、まあ4対4の引き分けでね、1勝1分けで、ファイナルにロッテが進出ってなるけども、まあ俺はこうな、ね、その一球一球って、そんなの結果論やろうとかね、いろいろ思う人もいるかもわかんないけど、これは短期決戦。で、そこの中で、俺は
だから佐々木的にはいいことも悪いこともその一球の重みを感じてるからこそあえて言うんだよね。だからまあちょっとね、昔に書いてもらうと2005年ね、ロッテファンの皆さんはよくわかってるし、ホークスファンの皆さんもこれでね痛い思いしたかもわかんないけども、8回ね2対1で負けてる状況で、8回表橋場さんヒット、福浦さんヒットで、サブローがねファールフライになってワンアウト1塁からね、マハラ初球インコースのストレートね、俺が振って、左中間抜けてで逆転で、その3対2でね最後勝ってリーグ優勝を果たすっていうね、あの1球もそうだよね。あの1球でまあロッテ的にも佐々木的にも人生が大きく変わったよね。で2010年ファイナルステージ初戦ね、9回表かな、うちがね出てきて4点取られて、いやこれ一気に敗戦ムードってなった中でね、そこをしっかり追いついていった中で最後ね、初球長田のスライダー同点ホームラン、これも初球回の先頭1球目ね、ここで先頭でホームランが出るわけだよね。あ、うちのホームランは1戦目だね、俺のホームラン2戦目だ、2戦目もね、あ、うちのホームランじゃない、うちの4失点は初戦だね、だこれは2戦目だね、時にね、その1点差で負けてて長田が出てきてね、初球のスライダーホームラン打って、これでまあロッテの下克上でね、2010年の日本一も果たすし、佐々木的にもロッテ的にも人生が変わったわけでね、これ1球で。もう1回が2013年楽天がマークの時に日本一になった時、あの時仙台乗り込んで2勝4敗かなかなんかで多分負けたんだよね。でその中で最後の試合かな、ピッチャー西野だったと思うんだけども、ストレートね、ほぼ真ん中高めぐらい入ってマギーにホームラン打たれて、でそれで負けちゃったっていうところがあるんだけど、あそこももっと俺的には配慮をねが書いてたと思う。もっと意識してね、なんとなしにサイン出したわけでもないし、なんとなしに投げさせたわけでもないけども、もっと初球から振ってくるぞと、低めだぞと、コースだぞと、もっと西野にも言ってコミュニケーション立って、もっとやった一球とスンと言って、はいストレート、はいまあストレートからね最後フォークで行くよっていう組み立ての中で行った中で、それがね甘めに入ったホームランで、結局その1球で負けるんだよね。俺はその1球で幸せも感じたことあるし、このクライマックスシリーズ1球でもうそれが全部1年間が終わったっていう経験もあるから、まああえて言うんだよね。でそういったところがやっぱりこのねファーストスタジー、まあ、楽天特にねあのバッテリーと住谷の中では見えたかなっていうところで、まあ佐々木解説なんだけども、まあロッテとしたらね、ここ2戦で終わって、初戦に石川を矢尾本に当てれるっていうのはかなりあの大きな編成になったかな。ここで石川を3人使って、やっぱり4番で以降がね、ロッテ、まあ、川村とかになるのかな、三輪とか。若干ね、川村はいい形で終わったけども、三輪とかね、他のピッチャーが若干調子をね、落として終わってるっていうところで、やっぱりこう4番で以降の先発ローテがね、苦しい中、この3番手の石川をね、山本に当てれるっていうところは、ロッテとしたら非常にね、この、いい形でファイナルに臨めるんで、そういった意味ではね、この2戦で終わったっていうところはロッテは大きいしね。まあ楽天はこれで修正になりますけども、まあ今日ね、ディクソンとカスティーヨの来季契約結ばないっていう発表ありましたけど、やっぱりちょっとね、打線的にも、まあファイナル特に浅村がね、あの他クライマックスか、沈んでましたけど、やっぱり外国人がいるかいないか、このね、ロッテ、ね、レアード・マーティンの活躍ね、最後マーティンのホームランで決まりましたけども、ちょっとねやっぱり楽天外国人選手がね今年機能しなかったっていうところで、来季に向けてねどういう選手を持ってくるのかっていうところが非常にね来季の逆襲に向けて気になるんじゃないでしょうかっていうところでね、ロッテ対楽天は1勝1分けでロッテファイナルステージ進出です。さあ続いて阪神対ジャイアンツね、結果的には4勝、4対2で巨人の勝ちということでね、2連勝で巨人がねスイープという形でファイナルに進出しましたけども、初戦ね菅野が勝てば2連勝あるよっていう佐々木のね予想が当たりましたけども、まあこの試合ね、両先発、高橋祐希、青柳っていうところのね先発が、でスタートしましたけどね、まあ高橋はね今年阪神に4勝0敗と防御率もね1点台と非常にいい形で抑えている中、今日はどういうピッチングを見せるのかと思ったけども、初球ちょっとね初回か、ちょっとバタついてね、近本ヒット。で、中野ね、サードファールフライ。で、糸原ヒットで、1、2塁になって、冒頭掘りながら、マルテ最後ね、スライダー。低めいいところ決まったね。見逃し三振。ここ大きかったね。ここマルテ1本ね、欲しかったところ。で、その後ね、大山の時のチェンジアップ、スクリューか。三振取って。まあちょっとバタついたけどね、まあ感じ、出だしかなっていうふうに思いましたけど、2回の裏ね、ワンアウト取ってから、ね、この梅野、ね、
坂本じゃなく梅野が出てきて、よし、俺の力を見せつけるぜ、まだまだいけるぜっていうところのね、こういった出てきた選手のね、活躍っていうのはチームに勢いに乗って、で、センターツーベース打って、で、佐藤もね、インコースそんなに甘くなかったけど、それをね、左中間に持っていくね、先制タイムリーツーベース。これは非常にね、グッド。この梅野ね、佐藤で点取った1点っていうのは非常にね、阪神を勢いづかせたかなと。で、その後ね、青柳もまあ粘りながらね、三振。で、その後近本ヒット。で、中野がね、タイムリー。ここでね、高橋をね、パンと高木にね、スイッチするんだよね。おぉ、早いね。まあこれがね、短期決戦、まあ、昨日もそうだったけども、バンドとかね、この短期決戦になった時にパンパンパンってね、変えていく原采配がね、ハマるのかっていうところで、高木がね、投げて、初球、中野にね、レフトにタイムリー、おーっと、ハマらずって、中野もね、最初からこの引っ張りに行こうっていう形じゃなくて、センターから反対方向に打とうっていうところがね、レフト前にね、うまく運べたと思うんだよね。そういった時では、やっぱ中野のね、この対応の仕方っていうのが非常に良かったかなと。逆にね、巨人からすると、ピッチャー交代、早めの交代してスイッチしても打たれたっていう、でしかも梅野、佐藤で点取った、2点阪神先制、いや、これなんかね、完璧に悪いなぁ。このまま阪神行きそうやなっていうところで、3回。ね。吉川先頭。中野エラー。バッと。ここでエラーは必要が、これエラー、ちょっと失点繋がんじゃないのっていうところで、その後ね、大城がライト前ヒット。で、ここでね、ピッチャー高木に代わって代打が出てきて、八尾板。ね。代打が出てきて、ここで、あ、バントかなって正直思ったけど、なんとバントせず、ヒッティング。昨日のウィーラーは、ノーアウト一塁でバントなのに、2点あるからかどうかわかんないけど、ノーアウト一塁でバンドしないでヒッティング。ここ俺バンドかなと思ったら、追求の攻めでヒッティングね。まあ初球からね、振りに行って、まあ空振りしたけども、積極的に振りに行ったのが、ライト前ヒット。これは功を奏して、ノーアウト満塁。で、ここで松原ね、初球をレフト前。松原もね、これね、引っ張りにかからおうとせずにね、このシンカー系を反対方向にっていうね、通信向け、引っ張りにかからないで反対方向にっていうバッティングはね、ナイスバッティング。この対応の仕方、待ち方がね、非常に良かったかなと。で、これ1点取って、で、わ、これ一気に逆転かっていうところでね、ノーアウト満塁から若林がピッチャーゴロ、青柳ホームに行こうと。あれ痛いよね、やっぱ、ああいうところ。もう下投げでもよかったんちゃうかっていうね。あそこダブルプレー取ってたら前、また違ったところ、あれダブルプレー取れなかったっていうところも、ちょっと痛かったよね。で、その後、坂本がね、スライダー3連投で三振して、ああ、これ1点止まりかっていうところで、丸がね、ワンストライクからライトへね、逆転のタイムリー。ね。あれも、スライダーがね、アウトコース行ってたら、多分、打たれてない。あれがインコース行ってしまったために、丸もそんなタイミングね、合ってなかったけども、インコースだからこそ当てられたよね。あれ多分アウトコースに決まったら、空振りか良くてもファールだったと思う。あれちょっと甘く入ったのがね、痛かった。でもそこはね、丸がね、タイミング外れてる中、しっかりね、ライトに打ってタイムリー。この逆転っていうのは、しかもエラーからだからね、阪神今4年連続セリーグワーストエラー数、ここに来て大事なところでのこのエラーっていうのは、非常に痛い。ね。しかも2点取って、しかも梅野佐藤でいい形で下位打線で点取って、いい流れの中、エラーから失点は、ちょっと流れ的に最悪だったね。で、その後ね、高木からもう、戸郷にスイッチして、で、こっから、タイガースも、3回、ね、ワンアウト1塁から、梅野がね、553ダブルプレイ。これもサード若林、ナイスプレイ、グッド。三塁線の打もね、しっかり食らいついて、まあ、岡本が出れないっていうところでね、この若林が守備でね、見せたね、あれ抜けてたらね、阪神一気にポッていってたかもわかんないところ、あれ三塁線取ってね、ベース踏んでダブルプレイ、これは大きかったね。で、4回、ね、またも、2アウト1、2塁、ね、で、糸原、サードフライ。で、5回裏、ここも、2アウトから、ロハスがね、ライトで2ベース打って、2アウト2塁から梅がね、キャッチャーフライ。6回、ピッチャーね、戸郷から高梨に代わって、ワンアウトから、山本がね、詰まりながらレフトヒット。で、近本アウト。で、2アウトになって、中野、糸原、フォアボール。ここ、高梨、左対左なんだから抑えなきゃいけないところね、ポンポンってフォアボール出して、2アウト満塁。ここでね、鍵谷にスイッチして、マルテ。サードゴロ、3アウト。っていうところで、この3、4、5、6で常に得点圏ランナー行ったところで、阪神がね、この1本出せば、ね、このジャイアンツがね、坂本三振の後、丸、ツーアウトからこれ一本出るか出ないかで大きく試合の流れ変わるっていうところで甘めに入ってきたスライダーをライトへ逆転タイムリー打った。この一本出るかどうか、阪神をね、3-4-5-6と、3-4-5-6、4イニング連続このチャンスを作りながら最後に一本出なかったところが、結局ね、勝敗に大きく分けちゃったかなと。で、しかもね、8回、先頭のね、坂本、ツーストライクからね、なんとか踏ん張りながら打ってサードゴロね、逆シングル、ファンブル。
で、またエラーで出て、で、丸が今度、セーフティーバンド、ナイスセーフティー。絶妙で素晴らしい。で、亀井がね、しっかり送りバンドを決めて、で、ワンアウト2、3塁から、ピッチャーね、岩崎からスアレスに変えて、で、キャッチャー坂本に変えて、まあ、打順の兼ね合いもあるからね。で、ウィーラーが初球センター犠牲フライ、超えたかなっていうね、あそこも振り切るわけじゃなく、こうパンチショット気味にね、こうピッチャーの速い球を生かすためにパンチショット気味に、まずミートするっていうね、バッティングで力もあるしね、センターきっちり。これ、ウィーラーのアジャストの仕方がこの初戦2戦目と非常に素晴らしいね。昨日もね、高橋アルトのこうツーシームもね、引っ張りにかからないで意識したようなね、バッティングでね、ツーベースっていうところもあるし、今日もね、このソアレスのところをしっかりね、振り抜くっていうよりもね、こうもう犠牲ぐらい OK っていうところで、まず当てにね、パンチショット気味に当てに行くっていうところで、力負けしないようにね、いったこの対応の仕方、非常に素晴らしかったなと。まあ、戦前予想したね、このファーストステージ大阪神、ウィーラーの得点圏に気をつけろっていうね、まさにその通りになった、このね、一段になったかなと。で、8回ね、ジャイアンツは中川投げて、9回スアレスね、ここも、もうなんとかね、2アウトから丸でショート内野安打、で、大山ね、フォアボール、こう、2アウト1塁です。ね、ロハス、こうピッチャー変えるのかなと思ったらね、ここは変えたい、原監督、そのまま行って、最後、スライダーでね、三振でゲームセットっていう形になったけども、なんかこの、ハマってるね、だから、まあ、原さんの采配がいい形でね、まあ、高木がね、打たれたっていうのもあるけども、まあ、その後しっかり抑えながらね、いい形で、八百板の時にバンドするかなと思ったらしないでね、レフト前、ライト前ヒットでね、チャンス拡大したりとか、ピッチャーもね、こう、なんとかかんとかね、繋いでいって、いい形でね、この采配が、いい方に向いてるっていうのもあるし、逆にタイガースはやっぱり3、4、5、6ね、ここでチャンスで1本さえね、まあでも結局このね、短期決戦1本出るか出ないかなんだよね。この1本出なかったことによっての、そしてなんて言ってもね、3回8回の両方の失点はエラーから、このエラーさえなければね、まあでもこれはもうこの近年のタイガースのね、常にね、反省っていうか常にね、向上していかなきゃいけないっていうところだから、まあそういったところで、調子のいい時でね、その打って打ちまくった前半の時はね、そのエラーが消えていったかもわかんないけど、やっぱこういう風な接戦になってくると、結局ね、そのエラーが、やっぱ命取りになってくるっていう形でね、でジャイアンツもね、ここ2戦で終えたことによって、山口をね、初戦に持っていけるっていうのは、非常に大きな、戦いになったし、高橋も、投げてないから、多分早めのローテーションでね、中4日ぐらいでいけるんじゃないのかなっていうところで、まあ、雨降って地固まるじゃないけども、いい感じでね、先発ピッチャー陣がね、そんな多くない中、うまく回せるっていうところでは非常にね、良かったかなという形になりましたね。あとやっぱ岡本がね、いなくてもその代わりのサード、若林とかのね、ナイスプレーもあったし、丸がここに来てね、いい働きをしてるっていうね、やっぱりね、それは日本シリーズね、5回連続、5年連続ね、出てるだけはあるっていうね、この堂々さっていうのはね、非常に良かったんじゃないでしょうか。まあ、結果ね、4対2でジャイアンツが勝って、ジャイアンツが2連勝で、ファイナルステージ進出になりました。まあ、全体的に、ロッテ対楽天は、なんかロッテの、こう、クライマックスシリーズとか短期決戦、経験してない選手たちの、この、怖いもの知らず感のイケイケどんどんに、もう楽天押されちゃったからね、高橋朗、佐々木朗希がね、初戦でもう思い切り怖いもの知らずでどんどん投げて、あと山口がね、怖いもの知らずでどんどん振っていったりね、大島、確か経験してないと思うんだけどね、いいピッチングしたりとか、エチバリアとか、まあ日本で言ったら初めてだからね、こういったところをね、この、怖いもの知らずでどんどん行く若武者に、こう楽天がね、やられちゃったからだと。この短期決戦、経験ないからこそのプラスだね。この、経験ある方がいいってみんな言うんだけど、経験ないことによって怖いもの知らずでいけるっていう強さもあるからね、そういったところはロッテがね、非常に上回ったかなと。だからロッテはこの次のオリックス戦でもその怖いもの知らず感を受け身に回らないで、じゃん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 もうね、捨てるもんなんて何もない、行くだけやって言ってね、行けるかどうかね、勝負どころ。で、阪神対巨人はやっぱ何が試合分けたかっていうと、逆に巨人はその大舞台とか、こう、短期決戦の経験者がすごいいい働きをしたね。初戦の菅野もそうだし、そして丸っていうところもそうなってくるしね。でそういったところで、まあミスをつきながら、その経験者が思い切ったプレー、ね、割り切ったプレーがね、できることによって、チーム全体が躍動して、ウィーラーっていうね、最後を締める形のバッティングっていうのがね、構想して、まあお互いね、経験してるからこそ、経験してないからこそのね、いい面が出た、セパともにクライマックスシリーズファーストだったんじゃないのかなと思います。ということでね、今度、ファイナルの前日に、ファイナルステージの
戦評っていうかね、どういう形で戦っていくのかっていうね、撮影がまた解説したいと思いますので、ぜひ皆さんね、お楽しみに。ファーストステージは、とにかく佐々木の予想がほぼ 90% 当たったと思います。活躍する選手どっちが勝つのかっていうね、皆さんね見てなければもう一回ね見返して、ジャイアンツファンと ロッテファンはね楽しめると思うんで見返してみてください。ということでね、ファーストはこれで終わりですけども、ファイナルステージ、どのチームがね、巨人なのかヤクルトなのかロッテなのかオリックスなのか、リーグ優勝チームがすんなり日本一シリーズで出るのか、またし果たして下克上ね、巨人が3位から上がるのか、ロッテがね逆襲で最後ねオリックスを上回れるのか、どんなファイナルがね待っているのか楽しんでいきましょう。ということで、ファイナルステージはロッテとジャイアンツがファーストステージ勝ち越してファイナル進出になりました。それでは皆さん、ファイナルステージもオリックス対ロッテ、ヤクルト対巨人、要注意。